皆さんと歩んできた5年間の毎日は、私自身半世紀を超える社会人としての人生の中でもとりわけ鮮烈で心に残るものでした。2012年9月19日に発足した現職規制委員会規制庁は、発足時から思いに荷物を背負った山登りのようなものでした。そして私たちが挑戦している山には頂上がなく、山の何合目にたどり着いたのかさえわからないという 山登りのようなと思っています。あえて言えば、頂上は原子力文明を享受するに値する安全文化であり、原子力利用に関わるすべてのもの、すべての組織がたゆまずに着実に登り続けなければならないが、頂上には決してたどり着かない極めて過酷な山登りであると言えます。我が国の原子力の平和利用の安全を担うのは、原子力規制委員会と原子力規制庁の役割です。私はこの5年間の取り組みを通じて、皆さんが規制庁職員として極めて大変頼もしい存在に成長していることを確信しています。私は規制委員会を去りますが、大いなる誇りと自信を持って、老けた新委員長、田中悟委員、石渡委員、万委員、それに新たになメンバーである山中委員と協力して、国民から信頼される原子力安全規制の新たな歴史を築き上げていくようお願いいたします。田中委員長、ありがとうございました。ご講談ください。老けた豊志新委員長よりご就任にあたり訓示をいただきます。言うまでもなく、原子力規制委員会は福島第一原子力発電所事故の教訓に基づき、独立した規制機関として設置されました。その福島第一原子力発電所では、極めて困難な廃炉作業が続いており、また事故の記憶は未だに鮮明です。これまで原子力規制委員会の活動がともすれば過剰なほど高い注目を集めてきたこともあって、委員長、委員、規制庁職員の使命感、責任感はこれまで高いレベルで維持されてきたと思っています。しかし、人間は忘れやすい存在であるということも事実です。原子力規制委員会は、福島第一原子力発電所事故の反省と教訓を個人の記憶のみにとどめず、組織の記憶として形作っていく必要があります。安全の追求に終わりはないという初心を忘れず、常に自らに問いかけ、慢心を戒める姿勢を保つことが重要であり、皆さんとともに私も最善を尽くす覚悟です。これからどうぞよろしくお願いします。一同礼。委員の皆様、どうぞご退室ください。